はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、 URPC でございます。なんかですね、まあ久しぶりの動画でございますですね。なぜっていうかですね、まあ他のところでちょっといろいろ忙しかったんですけど、まあPC を作ってないっていうわけではないんですね。PC はいつもまあ毎日仕事だから、まあ毎日だいたい作っていますけど、ただ動画を撮っていませんでしたね。まあちょっと忙して動画を撮っていません。まあ YouTube もやめてはではないんですね。まあただ久しぶりの動画になります。今回は今回は何するかっていうとですね、こちら置いてある全部パーツの次の自作 PC の動画を撮る自作 PC のパーツをご紹介したいだけですね。まあ今回もパーツを紹介動画だけになりますので、まあそれだけですね。それでは行きましょう。はい、今日もですねこんな感じで上から一つ一つパーツをご紹介したいと思います。あとはどうですね、皆さん寒くなったんですね。まあいろいろ雪も結構降ったところもあるし、まだ少ないところもありますけど、まあ気をつければいいだけですね。まあそれではですね、まずは CPU からいきたいと思います。 CPU はですねいつも使っています。いつもですね、いつも大体6700K ですね。6700K でソケットはですね LGA511 ですね、 LGA1151 でございます。まあいつもこの CPU がなんか最近ですね結構売れている CPU なので、結構なんか評価も結構いい CPU なので、まあいつもこの CPU で作っています。あとは多分来月ね、来月で、まあ、もしかして新しい CPU 出る可能性もありますけど、ただ新しい出てもソケットはなんかこの LGA511 同じだから、CPU もしこの LGA511 マザーボード持ってる方はその新しい CPU を買ってそれをつけるだけですね。まあ他の部品は交換必要がないんですね。まあこんな感じで今日はですねこの動画はパーツ紹介になりますので、今回も使う CPU は LGA のCore7 の 6700K になります。で次はですねメモリでございます。メモリはですね、まあメモリはこちらのメモリになります。なんていうんですね、まあわかんないけど、まあ結構なんかいいメモリになります。これを見ると DDR4 ですね。2×8 ギガ、2×8 で合計で16ギガになります。はい、このメモリを今回を使います。で次はですね SSD をご紹介したいと思います。 SSD はですね今回はセンデックスさんの SSD ですね。で今回いつもですねサムセンさんの 250GB を使っていますけど、でも今回はですねなんていうのセンデックスさんの480GB の SSD を使っていきたいと思います。まあこれが今回の使う SSD でございます。次はですね HDD ですね。いつも使っている HDD と今回はちょっと違うものですね。これは初めてではないんですけど、まあ、今回はこれにしました。ウィスタンデジタルブルーっていう HDD ですね。これも 2TB でございます。Seagate さんがなんか評価がちょっとだけ、まあちょっとわかんないけど、なんか悪いって言われてるけど、まあ私はわかんない、今まで問題はそんなにやったことないけどですね。まあこんな感じで今日は今回はこちらの SSD です、HDD ですね。ウィスタンデジタルっていうメーカーですね。ウィスタンデジタル WD ブルーでありますね。保証は2年になります。あとはですね、まあ、SATA6GB ですね。こちらはですね、まあ、いろいろですね。これは BCN さんアワードで2015と16で、まあ、選んだっていうですね、こちらの HDD を今回を使います。次はですね、ドライブでございます。いつも使っているブルーレイドライブ、ブルーレイコンボのドライブになります。まあ、そんなに
詳しくは紹介する必要ないかな。まあブルーレイドライブですね。コンボって皆さんは多分分かると思いますが、コンボっていうのはですね、ブルーレイの読み込みだけですね。書き込みはできませんので、ね、ブルーレイだけですね。あと DVD の読み込みと書き込みはどっちもできます。それはコンボっていうドライブを読みます。で次はですね、CPU クーラーをご紹介したいと思います。前回もグラボの PC で結構使っているクーラーになりますですね。ゲンマックさんのディープクールですね。300になります。まあそんなに悪くクーラーではないけど、なんか水冷クーラー、コメントとかお客さんから見ると、なんか水冷クーラーをつけると時間を経つとなんか水の漏れとかあるから、それでマザーボードなどに水かかってショットになってる可能性があるから、普通のクーラーの方がいいって言われていますので、まあこちらのクーラーは今回は使えます。で次はですね、電源になります。今回使う電源はですね、こちらになります。エロクールさんのですね VP-750 になります。80プラスブロンズになります。これは750W の電源でございます。まあスペックはですね、見るとこんな感じになっています。 750W でございます。まあ前使ったかな、多分1回か2回は使ったことありますので、そんなに悪くはありませんので、まあ今回もこちらの電源を使います。次はですね、皆さんには紹介したいのはグラボでございます。いつもですね1070とか1080とか1060とかいろいろスペックで作ってありますので、今回はですね MSI さんの ARM っていうですね GPORCE GTX1070 になります。1070でございます。今回はですね OC エディションって書いてあります。オーバークラックできるタイプでございます。まあ、今回はこのグラボを使って自作 PC を作ります。こちらのスペックはですね、こんな感じになっています。スペックはですね、 GPU は GPORCE GTX1070 でございます。メモリサイズはですね 8GB で GDDR5 になります。メモリバスはですね 256bit で、アウトプットはですねディスプレイポットが3個 HDMI と DLDVI と D になります。まあこんな感じ、後ろの写真はこんな感じですね。HDMI ポットもあって、ディスプレイポットもあって、あとディスプレイポット3つ、あと DVI ですね。こんな感じ。まあ今回はあとはですね、まあ保証期間は多分1年間かな、書いてあります。あとはですね、もう一つはマザーボード。今回マザーボードもちょっといいマザーボードにしましたんですね。いつもコメント見るとなんか Z 型のマザーボードの方がいいって言われている人が多かったので、今回はZ 型のマザーボードにしました。こちらのマザーボードはですね、メーカーはゲガバイトさんで、型番号はですね Z170X Gaming 3でございます。ソケットはですね、さっき言った LGA1151 に対応するソケットになります。あとはですね、メモリもさっきと同じ DDR4 になります。あと USB3.0 もあって、いろいろいいマザーボードになります。まあマザーボードはですね、こんな感じでなんか綺麗に見えると思いますですね。まあ、こんな感じでマザーボードのスペックはですね、こんな CPU サポートはですね6世代でですね、そうですね 6th generation って書いてありますから6世代、今の6700K などとかはこれが6世代になります。これから出るのが7世代になります。CPU ソケットはですね LGA1151 でございます。Intel チップセットは Z170 でございます。グラボインターフェースですね。あとはディスプレイインターフェースは HDMI DVI と D-Sub。 あとはメモリタイプは2チャンネルで DDR4 ですね。あとメモリ DIMM、 メモリスロットってですね4個があります。まあ、あとはですね、SATA3 とかいろいろ、あと LAN とか、まあ、いろいろあります。まあ、こんな感じで、これがマザーボードでございます。まあ、他にスペックを紹介終わったんですけど、最後にはいつも使っているケースになりますですね。ケースはですね、こちらになります。EC、イナーマックスのコイナス。
さんのケースになります。まあ結構そんなにメダルメタワーだからそんなにでかくもない、ただこう組み立てが簡単ですね。あとは LED ファンが1つついています。もしLED ももっと持っていますので、まああんまりそんなに光らなくても大丈夫だと思いますので、まあこんな感じになります。はい、皆さんはですね、まあこんな感じで今回のスペック、次の自作 PC のスペックのご紹介でしたんですね。あとはですね、まあいつ作るかちょっとわかんないんですね。まあただ作るときは動画をちゃんと撮ってアップしますので、その時でご覧ください。あとはですね、もしこのベンチマーク確認してほしい方、あと 3D ベンチマークとかいろいろですねありますので、それでどっちが確認してほしいか、もしお客さんが見たいっていう方がいましたら、ぜひコメント欄でコメントお願いします。それベンチ作った時ベンチマークを取りますので、はい、以上で今回の動画スピードパーツ紹介の動画をここで終了したいと思います。はい、皆さんさようなら、次の動画で会いましょう。